ると心配の種はつきません。それはここ4試合平均5安打の湿り勝ちの打線です。しかし佐々木がそんな心配はご無用と大きな花火を打ち上げてくれました。3回18号ホームラン、4回には田辺7号ホームラン、釣られたように伊藤、今シーズン第6号はプロ通算100号ホームラン。西武打線5回までに5点を奪ってこれまでの鬱憤を晴らします。先発の渡辺久信は一昨日完投の工藤や昨日好投の村田の刺激を受けてビュンビュン飛ばしました。7回やや疲れが出たところを日本ハム打線につけ込まれ3連続ヒットでノーアウト満塁のピンチ。1番広瀬、センター佐々木猛然と突っ込みますが惜しくもワンバウンド、日本ハムに1点を返されなおもノーアウト満塁のピンチが続きます。ワンアウトを取ったところで森監督、石橋を叩いて左の杉山にスイッチです。日本ハムの戦意をもぎ取るには1点もやらないと杉山、渾身のピッチング、完璧な火消しでピンチを切り抜けます。その直後の8回伊藤、完全に日本ハムの息の根を止めるこの日2本目の7号ツーランホームラン。キラバに強い西武が9安打で7点を取って快勝。パリーグサバイバルレースの先頭をがっちりとキープしました。言えるんじゃないかな。打線の方で言えばちょっと清原選手の方も心配だなと見ていて思ってしまうんですけれども、確かにね、彼だって人間だからいい時もあれば悪い時もある、はい、その悪い時に周りの人間がどう補佐していくかということがチームだと思うんだね。一つ一ついかに取りこぼしをしていかないかと。だからそういった中で2勝1敗、ペース悪くて、そういうここで2位以下に 1.5 ゲーム差をつけ、森監督の表彰にも危機感は見られません。先発の石井武弘は今日は自分がと勇んでマウンドに上がりましたが、気持ちとは裏腹にボールが走ってくれません。3回には守備にも足を引っ張られノーアウト満塁のピンチです。キレのないスライダーを広瀬見逃してくれず、石井先制点を叩き出されます。周にはパームボールが落ちません。石井この回4点を失いノックアウト。西武昨日とは勝手が違います。西武は6回ようやくランナーをためて日本ハム先発の武田を攻めます。6試合ノーヒットのスランプが続く清原、実に29打席ぶりのヒット。西武ようやく1点を返します。この後鈴木がフォアボールを選んで満塁。森監督、ここは勝負どころとプロ入り6年目成長著しい安藤を代打に送ります。しかし安藤、アップアップの武田を助けてしまいます。西武は7回から毎回先頭ランナーを出しますが打線が全くつながりません。清原の復活もまだお預け、タイムリー欠乏症です。ダブルプレー3つのまずい攻めで西武4対1の完敗。このカードで混戦から抜け出す計算が外れ、森監督も渋い表情に逆戻りです。存在を無視されたらこのね、すごいやっぱあれお客さんという思われていかんから。熱血中西、4強いじめの第2ラウンドは対ライオンズ。1点先制された2回のマリーンズは下位打線から火がついて8番南口のタイムリーで同点。さらにツーアウトから西村のタイムリー。間合いが長く一目で良くないと分かる角を攻略します。続くホールが押し出しのフォアボールを選んで角をノックアウト。角は2イニング持たずに降板です。マリーンズのマウンドはライオンズキラー2戦2勝の榎木。2回に1点を失ったもののその後は快調。6回にはバックのこのプレー、ベテラン西村がスーパーキャッチで榎木を援護します。続く清原にツーベースヒットを浴びて、その後ツーアウトでランナー3塁の場面となりますが阿部を三振。4年目の22歳が首位ライオンズを飲んでかかります。マリーンズ打線はさらに8回、香取、杉山を打ち込んでダメ押しの3点。投打が見事にかみ合う今のマリーンズ。中西代理監督、してやったりの快勝です。ということもあって、琴錦関がふらりとマリーンズベンチへ。お相撲さんまで味方につけた強いマリーンズに、今日負けると首位転落というライオンズは、序盤、ベテラン石毛に救われます。2回石毛は左中間へのツーベースヒット。続く伊藤の初球にサードへ走ります。盗塁成功。失敗すれば流れが変わるリスキーなプレーに辻が応えました。
1、2塁間を抜けるヒットで石毛が生還、ライオンズが先制です。さらに3回、ツーアウトランナー2塁で石毛が打ち上げた打球にセカンドショートのダブルブッキング、ライオンズ2点目をゲット。石毛には隙もありました。マリーンズのミスから生まれたライオンズペースを完全に我が物としたのは先発小野の好投でした。で8回まで2塁を踏ませるよどみないピッチングで好調マリーンズ打線を沈黙させます。そして7回、ライオンズにとってあまりにもラッキーな出来事が、ツーアウト満塁で前田のワイルドピッチ、これで3対0。そしてあろうことが次のボールも上詰めの後ろへ、この回なんとゴッツさんの2得点、これでゲームは決定的となります。タイムリーで上げたのが1点だけというのが気になりますが、とにもかくにも小野様々、ライオンズがマリーンズを下し首位に踏みとどまりました。で工藤君康登場、あえてローテーションをずらして臨んだこの首位決戦、まずは愛工大名電の10年後輩イチローとの注目の対決で幕開けですが、ここは先輩がエンジンかからずかストレートのフォアボールとあっけない勝負。しかしブルーウェーブはここから得点チャンスを作ると3番小川がセンターへタイムリー、工藤先制点を許します。ここまで3連続完投勝利の大黒柱も今日は不調、4回にも2点、続く5回にも先頭イチローに打たれます。イチロー今日は4-1、3割9分2厘。そして4番藤井にはセンターへ弾き返され4点目、エースの左腕振るわず、この回81球で無念の降板となってしまいます。しかしまだまだゲームは捨てない。6回、森監督が投入したのはカップ、およそ3年ぶりの中継ぎマウンドを任せ勝利への飽くなき執念を見せると、野手陣がこれに応えぬわけがない。すかさずその裏、石毛のタイムリーなどで2点を奪い4対3、1点差まで迫ります。8回に2点を取られても決してへこたれない。ツーアウト満塁から代打安藤、これはお見事、期待に応える2点タイムリーで6対5、再び1点差。さらに9回裏、ツーアウトランナー1塁で鈴木健タイムリーツーベース、ランナー一気にホームを落とし入れ6対6、とうとう同点。しかし延長に入って勝利の女神はそっぽを向いてしまった。10回ランナー1塁2塁で福良が2点タイムリーツーベース、獅子の追撃を振り切り、ブルーウェーブついに熱波のトップに立ちました。オギオリックスは首位固めを狙います。3連敗さえしなければとまだ焦りはない森監督ですが、オリックスの勢いはしっかり止めておきたいところです。注目の首位攻防戦に西武球場は5万人超満員のファンで埋まりました。オリックスの狙いは先取点を奪って西武先発渡辺久信の焦りを誘うこと。2回、チャンスメーカーになったのは昨日4打点の8番高田でした。完全に打ち取られた当たりでしたが、ラッキーなツーベースヒットで先制のお膳立てをします。最初の打席は渡辺に打ち取られているイチロー、きっちり借りは返します。イチローの今シーズン176本目のヒットでオリックス今日も1点を先取しました。しかし先制した直後の2回、好投の先発長谷川が7番阿部にストレートを狙い打たれます。3号ホームランでたちまち1対1の同点に追いつかれてしまいます。長谷川は続く3回にも吉武辻と連打を浴び、ノーアウト3塁1塁のピンチ、しぶとさが身上の奈良原にきっちりライトへ打ち上げられます。犠牲フライで2対1と逆転され、大木監督のシナリオに狂いが出ます。それでも点差はまだ1点、なんとか追いつきたいオリックス。6回2アウトランナー1塁で一郎、変化球を引きつけて思いっきり引っ張ります。三塁二塁と逆転のチャンスを作り、渡辺をノックアウト。一郎今日は5打数2安打でした。森監督がもう1点もやれないと石井武弘をマウンドに送れば、大木監督もここは勝負どころと昨日決勝打を放った福良に代えて代打ハイエーニーを出します。しかしあと1本が出ません。オリックスはこの後も石井にパーフェクトに抑え込まれ、2対1で敗れて、またも1日点下となってしまいました。修羅場に強い西武。